公益大学校は、ソウル特別市朝サ区上水道72のに、本部を置く大韓民国の私立大学である。1947年に設置された。大学の略称は広大。美術大学とデザイン大学は、韓国全土から美術科、デザイナー、建築家、ミュージシャン志望の多くの学生を集めている。2007年時点での学部生は14,500人。 大学院生は2600人。韓国を代表する美術家やデザイナーが多く輩出されており、芸術界やメディア界に一定の影響力を持つ。公益大学校は6号線上水駅と2号線空港鉄道、京備、中央線広大入口駅の近くにある。大学周辺は広大、広大前と呼ばれる学生街で美術、 デザイン系の学生が集中することから、ギャラリークラブ、バー、レストラン、ライブハウス、アトリエなどが多い、先鋭的で、ファッショナブルな地区となっており、昼夜を問わず人で賑わう。また、韓国のインディーズ音楽シーンの中心地でもある。日本統治時代に、上海の大韓民国臨時政府や満州で、宗教活動や民族主義活動を行っていただい、今日の関係者が、朝鮮独立後に、 朝鮮に戻り、これまでの公日闘争を民族教育休国闘争に転換しようとして、大学創立を決めたことが始まりであった。第、今は、競技の公益人間に基づき、公益大学設立準備委員会を設立し、支援者であった李沖秀の多額の寄付と、多数の独立運動からの参加により1947年に開学した。 1950年までに法学部、文学部などが整った。朝鮮戦争の期間中、大学は手具へ、さらに富山へと移転したが、1953年にソウルに戻り1955年に現在のソウルキャンパスの位置に移転した。大学は朝鮮戦争前から立正万政権との衝突や干渉を受けた。1961年、拡大し続けていた。 公益大学校は政府の規制により美術学部のみの短科大学に縮小させられたが1971年に首都高科大学と合併して再度総合大学へと再編され法学、文学、経済学、建築などの学部が再建され同年には産業美術系の大学院も創設された1970年代には付属中高校が1980年代には 校舎や体育館及び寮などの建設が進められ、1989年には中西南道燕木群に第二キャンパスを開設した。1988年からは講義棟や諸施設の建設が始まり1991年に完成し、さらに1994年にかけて施設の増設と学科の新設が行われた。 ソウルの工学部には通信科学コミュニケーション学科が開設され、第2キャンパスの産業科学部は科学技術学部と資格芸術学部に分割され、校舎には産業デザインと広告デザイン学科が開設された。この時期に経営学部も追加された。2004年には映画デジタルメディア系の大学院とデザイン系の大学院が新たに開設されている。 2009年には大学博物館を改編し、公益大学校現代美術館を独立させた。2002年にはソウルの文化芸術の中心の一つである小六大学路に大学路キャンパスが開設された。2008年からの再開発工事の後、2012年11月再開している。大学路キャンパスは6457平方メートルの敷地に、 国際デザイン専門大学院、産業美術大学院、映像大学院、舞台芸術大学院、広告宣伝大学院を設け、デザイン革新センター、国際デザイントレンドセンター、ソウル国際デザインプラザ、ソウルデザインセンター、大学ロアートセンターを設置している。大学ロキャンパスの場所は、 1963年2月から1976年2月までソウル大学美術学部があった場所でソウル大が漢学キャンパスに移転した70年代以降は輸出デザインセンター、韓国パッケージセンター、韓国デザイン振興院などがあった。2011年1月、労働葬儀が発生。1月2日限りでビルメンテナンスの職員170人が何の予告も なく解雇されたことに橋を発する者。職員たちは総長に説明を求めて、学校本館6階で座り込みを行った。公益大学校付近の路上ギャラリーは、博士課程のある者は、博士課程のみのもの2012、十0 2 5 2017、十20 6ありがとうございます。